ちろん嬉しかったのは事実なんですけども、ただ今人生で半分以上ドイツなんで、で今までいたとこは全部歌劇場、まあ、もちろんあの北西ドイツフィルみたいなオーケストラだけのとこもあのチーフやったことありますけど、まあ、オーケストラだけのチーフこれを日本でっていうのはやっぱり戸惑いはもちろんありましたし、そのスター指揮者が ね、 そのねどっかに行って名前だけでまあまあね、年に 2,3 回振ればいいみたいなのはやりたくないから歌劇場の生活を選んだわけですよね、20代の時に。でやっぱり音楽をその作っていく、でその舞台芸術を作っていく、でその劇場でその一応働くっていう人生を選んだわけですから、その時にじゃあどんな形でその日本でその音楽監督としてできるのかっていうのはまだちょっと当時は未知の段階でしたね。で、まあ、いろいろな人からいろんな意見を聞かせていただいて、なんか音楽監督がゲストみたいな感じなんですよね、日本だと。で、あ、これだったらやんない方がいいかなっていうのはいろいろその、ね、考えていくうちに、ただ、まああのまあ、音楽的なパートナーがあればそれで何ですか、その帰ってくる回数を何回か増やす、まあ歌劇場の場合はなんだかんだって言って一緒に生活してますから、まあ歌劇場のその近いような形で何回か分散しながらそのお客さんと接して、その一つの方向っていうんですか、シニフィルと僕のその音楽をその作っていくみたいな、まあそれがまあできるんじゃないかっていう、だんだんにそれがその不安が確信になってきて、それでお引き受けしたっていうのが事実です。すごく共通しているのがその2人の作曲家で、交響曲っていう枠にその古典的な入りきらない作曲家、なんとか無理やり閉じ込めた、それをそのなんていうんですか、そのもちろんシューベルトにしても最後に未完成になってグレートがとか そこら辺に行くのと、マーラーも最後はなんとか遠征感みたいな9番10番になるわけじゃないですか。でその過渡期もその最初のそのトライをするときに、そのなんとかそのベートーベン、ハイドン、モーツァルトのような交響曲を作ってみようみたいなところの収束って言ったら失礼なんですけども、まだ決まってない、自分の中でも決まってないものをなんとかそれに押し込めてみたけど、やっぱり変な交響曲2人ともになってますよね。でそれがすごく何ですか、2人の作曲家共通してるのはその正直なところ、音楽その枠に入れようとして苦労して半分できた半分できなかったっていう交響曲ですね、両方とも。でそこら辺が何て言うんですか、その僕はすごく好きなんですけど、まあ、あの曲が好きって言った以上にそういったその作曲家を何ですか、そのプレゼンテーションできるっていう喜びが大きいですよね。